走行性能にも環境性能にも一切の妥協を許さないプレミアムカー、フーガに燃費性能と発進の性能を高次元で両立する日産オリジナルワンモーターツークラッチのパラレルハイブリッドシステムを採用しました。このフーガハイブリッドは日産の高い技術力を強く印象付ける車となるでしょう。まあ、本当のハイブリッドで本当のラグジュアリーカーを作ろうと思いました。で、本当のハイブリッドってやっぱり環境にいかに貢献しているかとか、今最先端の技術が本当に採用されているかということにかかると思うんですけれども、そこを、日産独自のワンモーターツークラッチというシステムで、非常に高い燃費、まあ、実際には1015モードで19キロなんですけれども、この燃費を達成することができました。まあ、大きく言いますとですね、普通にワンモーターでクラッチを使っているところに対して、我々のはトルクコンバーターも含まないし、クラッチによってエンジンとモーターを完全に切り離すということができるので、非常にダイレクトでかつ燃費がいい、環境性能にいいというシステムができたと思っています。まあ、高級車からというよりも、我々はその、まあ、電気自動車も含めて、いろいろなこうお客様の使われ方とか車の性格によって、環境に良いものっていうのを入れていこうとしていますが、まあ、特にこのハイブリッドシステムはですね、今までの車の使われ方の中でさらに、環境性能をうんと高めようというためで作っているので、この車にまずは投入をしています。もちろん今までフーガに乗ってらっしゃるお客様とか、それからシーマに乗ってらっしゃったお客様とか、その他にもですね、やはり、環境に対する技術ということで非常に最先端のものを、作ったつもりでおりますので、そういうところ、そのあるこだわり、ある最先端のものというものにこだわりを持ったお客様には、ぜひ一回試していただきたいなというふうに思います。